動画のご視聴ありがとうございます。夢咲みむです。逆転裁判3続きからやっていきましょうということで、続きからで、盗まれた逆転の探偵パートのね、途中探偵パートでまさに探偵が出てきたところで調査を進めていたんですが、探偵さんがね、ここを調べたくば自分を納得させろ的なこともね言ってきて、で納得させたところからです。ここにずっといたんだよね探偵が。そんな探偵さんを納得させて抜いてもらったので、改めて詳しく調べていこうと思います。あそこに捉えている粗末な木箱はもしかして、あ、クラインの壺をしまっておいた箱だ。触っちゃダメだよ。犯人の手がかりが残っているかもしれない。私が一生懸命、まよいちゃんが作ったの？よく作ったね。作ったのに。え、まよいちゃんが作ったの？あの、粗末っていうな、木箱。粗末って言うな、な、まよいちゃん。壺はいつもお屋敷の廊下に飾ってありましたから、ちょうどいい箱がなかったのです。でも、綺麗な箱だと思うけどね。自信作だったのにな。うん、普通に綺麗な箱になってる。仮面マスク一緒に盗んであげればよかったのに。確かに、なんで箱は残したんだろう。本当に壺しか興味なかったんかな。でこれが前調べちゃったけど、もう一回調べようか。これすごいよね。七支刀とか言ったっけ。七支刀、七つに枝分かれした刀だからね。お、結構重いぞ。一月で7回痛いか、大ヒット商品になるかも。もう大ヒット商品になったら物騒だよねって話も前したような気がすんな。あの、私それより気になるのですけど。ほほう、今日は冴えてるね、ハミちゃん。前回も冴えてたね、ハミちゃん。この刀、ゆうべは京子様が持っていましたよね。あ、そうなんだよね。 そこに一番先に気づくのがハルミちゃんっていうね。気づけよ、なるほどと、まゆいちゃん。まあでもハルミちゃんが鋭いんだろうな。それにゆうべ刀は曲がっていませんでした。確かに。やるね、ハミちゃん。さすが霊媒師の名卵。この刀が曲がったということは、ゆうべこいつは使われたということになる。あ、もしかしたらあれじゃないかな。愛が探偵が仮面マスクを思いっきり殴ったとか。こんな感じで。やるな、いてーって、なるほどが言う前に言ったな。前回普通にびっくりしちゃったもん。言ってんな、何するんだよ。どう、ハミちゃん、先ほどよりちょっと曲がったような気がします。あ、ちなみに今日も鼻声です。ハミちゃんの滑舌で分かったと思うけど、今日もめっちゃ鼻声です。花粉がすごいのに風も強いからダブルパンチ食らってます。頭がクラクラする。はい、じゃあこれはね、前回調べたけど復習がてら調べました。でここが、知ってる、ハミちゃん、パソコンだよこれ。はあ、パソコン、とても可愛らしい名前ですね。ああ、確かに言われてみれば可愛いか、パソコン。どうやらあの防犯カメラのデータを管理しているみたいだ。誰かが倉庫に出入りするとあのカメラが写真を撮るんだ。探偵さんが仕掛けた罠かもしれませんね。ちょっと夕べのデータを調べてみようよ。仮面マスクが写ってるかもしれないじゃない。そうだね、苦手なんだよな機械。うん、大丈夫、操作できる。どうですか、なるほどくん、汗びっしょりですけど。糸の子呼んだら、てか警察もあれな、探偵より下な、調べられなかったかな。写真を見る方法がわからない。弱いな、なるほどくん、ハイテクに。でもカメラのデータはプリントアウトできてんじゃん。できたよ。お、転んでもただじゃ起きないね、なるほどくん。これによると、ゆうべカメラは1回作動しているみたいだ。ほう、1回。事件当夜の午前1時ごろ、地下倉庫の防犯カメラは1回作動している。なるほどね。じゃ、これがカメラだよね。防犯カメラはあの大きな扉を捉えている。倉庫に出入りする人間をチェックしているのだろう。防犯カメラですか？ほらほら、あの扉の前に立てば、ハミちゃんも映るよ、カメラ。あ、私、やはりにっこりした方がよろしい。防犯カメラに向かってにっこりする人はあんまいないかな。そんな、撮られるもんじゃないからね、防犯カメラって。まあ、随時撮ってるんだろうけど。犯人を映すカメラだからね、凶悪な顔がいいと思うよ。こうでしょうか。ハミちゃんの凶悪な顔、おい、映せ。ハミちゃんの凶悪な顔見てみたかったのに。何その、ハミちゃんの可愛さを守ったんか。これ、スライドしてからのがいいか。はい、なるほどくん、あの大きな扉は何ですか？扉の向こうが倉庫になっているんだ。いろんな大きさの箱がこっちから見えるよ。クラインの壺、あそこにしまってあったんだよね。入っちゃダメだぞ。でもここ入っ
たのかな、カメラに捉えてるってことは。で、これダメだよ。なるほどくん、ペン、お、なんか箱が置いてあった形してんな。僕じゃないよ、だって昨夜はなかったもん、こんな派手なシミ。シミ、シミなんこれ。でもこのペンキもうすっかり乾いてますよ。ダメだよ、なるほどくん、乾く前に拭かなくちゃ。ペンキがそんなすぐに乾くかよ。こぼしてないから数日は経っているみたいだな。あ、こぼしてから数日はか。数日？数日？え、でもだって前日じゃない、ここ来たの。その時にもなかった。あー、でも京子様の像があったからわかんないか。ここ隠れてたか、ちょうど。それにここ、何ですか？シミの左下が少し欠けているぞ。あれ、本当だ。なんでだろう。まあ箱が置いてあったんだろうな、ここに。で、京子様は？かっこいいな、京子様。うちの事務所にも欲しいよね、私の大声像。まゆいちゃんの大声像。いや、まゆいちゃんはまゆいちゃんのままでいいよ。本人がいればいいわ。なるほど、法律事務所だぞ。奥なら僕の大声、奥なら綾瀬と千尋だろう。奥なら師匠の千尋さんの黄金像でしょう。まあでもなるほど、もうあれだよね、あのチョコレートで像作られてたよね。よく調べてるでしょ、あのね、好きだった作品は結構とことん調べるタイプだから、過去の画像とかいろいろ調べて、調べまくってイベントとかも調べたり、あとカプコンの本社にも行ったりしたんだけど、あ、本社じゃねえわ。本社行ったら大迷惑だな。違う違う、そんな頼もうって言ってない、あのカプコンストアです。もうこの間違いは大迷惑系 YouTuber になるとこだった。まあ本社行くのもね、行っただけだったら、まあ、迷惑にはならないかもしれないけど、その旗から見てる分にはね。まあそんな感じでカプコンストア行ったりもしたんだけど、その中でそのバレンタインのイラストかな、なるほどがチョコレートで像作られてましたね。あのまゆいちゃんのセンスっていうか、意外とアーティスティックな才能あるのかな。すっげえうまかったよ。みつるぎがピンクのエプロン着てたわ。どっから持ってきたんだろうなあれ。でハミちゃんがあれ、そのエプロンのリボン縛ってた気がする。あのなるほどくん、それより気になるのですけど。お、どうしたの、はるみちゃん。京子様の像、ゆうべも。そうだよね、はるみちゃんしか気づかないさっきから。はるみちゃんが一番大人だな、なんか視点が冷静だし。京子様の像、ゆうべもあんなところにありましたか？あ、うん、確かゆうべはもっと扉に近い場所に立てたような。そういえばなんだ、気づかなかったんだ、はるみちゃんに言われるまで。やるね、はみちゃん、さすが私の名いとこ。命霊媒師、違う、霊媒師の名卵から名いとこになっちゃった。事件があった夜、動かされた黄金像か。これは気になるよね。クライニュー霊媒道創始者の等身大の像、事件等や動かされたようだ。あとは？もう調べたか、全部。はいはいはい。はい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 。はい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 、オッケー。じゃあ、移動するか。はい。お、進んでる。電話。誰からだ？お、なるほどくん、携帯電話が鳴ってるよ。はい。もしもし、なるほどですけど。ああ、糸の子、どうした、狂ったか。糸の子ギリっす。糸の子刑事、どうしたんですか。ついにあのクソ探偵に勝ったっす。クソ言うな。ついに自分はクソ探偵。言葉遣いを気をつけろ。うん、自分が言えたたちじゃないけど、やったっす、快挙っす、と捕まえたっす。探偵と捕まえるってどういうこと？探偵は別にと捕まえなくていいんじゃない？と捕まえたってもしかして、あれか、マスク、仮面マスク、なんだっけ。あ、怪盗仮面マスクだ。怪盗仮面マスクをと捕まえたからクソ探偵に勝ったよってこと言ってんの？仮面マスクを逮捕したんですか？あ、違う。まゆいちゃんの言葉だった今。ごめん、なるほどで読んじゃった。そうっす。ま、より正確に言えば、自首？ほう。仮面マスクが自首？それで、糸の子刑事さん、クラインのツボは？ああ、そのことなんすけど。ん？ちょっとあんたたち、留置所まで来てもらえねえすか？あ、仮面マスクが盗む前にツボが盗まれてた？もしかして、だから自首してきた？役目っていうか、
何？自分が盗むって宣言したものを盗めなかったから、あの名誉的なところに傷がついたっていうか、自分のポリシーに反するみたいなあれで盗めなかったから、もう自首しよう的な、そういう感じで来たんかな。ってなると、愛が探偵が壺盗んだ可能性高いぞ。話があるみたいっす。仮面マスクがあんたに、あんたに指名で。仮面マスクがなるほどくんに。じゃあ待ってるっす。まあ行きましょうか、留置場ね。じゃあ移動しよう。留置場、あ違う、事務所、あ違う、事務所来ちゃった。ごめんごめんごめん、全く違う場所来ちゃったよ。同日某時刻、相方探偵事務所いる。はい、ここが探偵事務所か。怪しいね、なんか。まあなんか探偵か、その科学的、科学捜査官やってる、もしかして。すげえ実験してんじゃん隣で。すいません、いないか。留守みたいだね。なんかカタカナで留守って書くと犬の名前みたいだね。チェ、つまんないの。お土産に、あそこに飾ってある額縁もらってく。一番でっけえのもらってこうとしてんな。やめておけよ。あとでまた来てみるか。ほう。ってことは、留置場いるお前。その可能性もあるな。名探偵欲しいだけ愛花がこちらを睨みつけている。うちの事務所もさ、なるほどくんの絵を飾ろうよ。私、描いてあげるから。トイレ掃除してるところとか、それいらないな。かっこいいとこ描いてくれよ。できれば普通の絵にしてほしいな。でも逆転裁判2でも思ったけど、まゆいちゃん絵上手だよね。あ、大きなかまどがあるよ。それは暖炉だよ。どう違うの？同じようなものじゃない。もっと本質を見ようよ、なるほどくん。脚立とはしごだけじゃなく、これまで追加されたか。ははは。増えてくね、どんどん。このパターンの会話。なるほどくん、なにこの機械。蓄音機じゃない？蓄音機だね。蓄音機って言うんだ。昔はこいつら音楽を聴いたらしいよ。なんだか嘘っぽいな。私はね、部屋の空気をきれいにする機械だと思うな。ああ、空気清浄機的な。50円安っ。かける？かけねえよ。ちゃんと払えよ。もうちょい、もうちょいかけようぜ、かけるんだったら。空気清浄機、この形の空気清浄機あっても面白いね。立派な本棚に立派な本がずらりと並んでいる。名探偵、欲しいだけ愛が全集、欲しいだけ愛がちょ。愛がちょ、愛がちょって言ったらなんか、縁がちょみたいだけど。大きなボトルシップも飾ってあるな。自分で全部作ったんか。あ、この船、運転席で愛が探偵の人形が手を振ってる。顕微鏡もあるぞ。何か研究しているみたいだ。スライドガラスに標本の名前が書いてある。欲しいだけ金。作るな、金を。だって、とことん目立ちたがり屋だね。なんか、ちょっとだけ腹立つな。まあ、腹立つな、そこまで行くと。これが？机には科学実験用の器具がずらりと並んでいる。これさ、ペンキと色同じだけど、なんかつながりあんのかな？私、嘘。できないようにしか思えない。失礼。失礼だけど、実験とかあんまできなさそうに見えるんだけどな、まゆいちゃん。私、実験大好きなんだよね。ね、なるほどくん、知ってた？お水って、炭素と水素でできてるんだよ。いやいやいや、炭素じゃなくて酸素だろ。へえ、そういう説じゃないよ。まゆいちゃん、そっちが正しい。そういう説もあるんだね。説とかそういう問題じゃないと思うけど。まゆいちゃんだな、相変わらず。あとは？あとはないか。いろいろ気になるところはあるけど、移動するで。はい。いた事務所戻ってから、留置場。さて、誰が待っているでしょう。同日某時刻。なんか、答え知ってる感じで言っちゃったけど、誰が待っているでしょうって。誰が待っているでしょう。え？どっちにしろ答え知ってるみたいだね。留置所面会室。おう。糸の子、お前留置所で待ってたんだ。いるけど、監視は。ウェルカムっす。ようこそ留置所へ。ご機嫌ですね、糸の子刑事。そりゃそうっす。何しろあの仮面マスクを。それよりあの壺の方は。糸の子喋る間がないね。お、これはすまねっす。よくよく考えてみれば、あんたはそのいわば被害者だったっすな。え？ま、とにかく本人の口から話を聞いてほしいっす。やっぱ自分が盗む前から盗まれてたんじゃないか。そうだよ、なるほどくん。なんだよ。
よーく考えたら私たちって被害者じゃない。まあある種ね。お、ずいぶんとあれだね、あの普通に入ってくるんだね。いつも殺人事件だから被害者って言えば死体だと思ってたけどさ。すいません。これ、仮面マスク？仮面マスクだとしたら、やっぱあれ、演技？演技っていうか、別人？すごい控えめじゃない？くっそー。なんとしても、私たちのツボを。僕のこと、無視しないでください。あ、そんなおとなしくなかったわ。あ、いい？え？こんな顔してんの？あ。え、隠さなくてよくね。隠さない方がかっこよくね。まあ身分バラしたくないから隠してんのか。あなたは？あの僕そのか怪人か綺麗え美人えお男だよね。だからすごい美男子じゃない？女性にも思えるぐらいな感じだけど、中性的な顔立ちしてんね。怪人仮面マスクなんですけれども、なれはてな、なんかしょぼいめちゃくちゃ美男子じゃん。なんかしょぼいよ。なるほどくん、甘すぎ優作、甘くて優しい、あ優しいんだね。すごい全然印象が違う。甘すぎ優作です。仮面マスクでおなじみの、おなじみとか言っちゃってるし、痛々しいな、なんとも言えず。どうしたしょんぼりして。怪人仮面マスクなんですか、あなたが。はい、そうです。いや違うか。首そんなひねれる、そんなひねれる、ちょっと危ないよ。ゴキいくよ。曲げすぎじゃない？もうちょいちょっと斜めにするぐらいでいいよ。なんていうか微妙だしな、その辺は自分でもはっきりしない。え、違うのですか？違うっていうか一概には何とも言えないのかな。やっぱ協力してんのかな。そもそも怪人じゃなくて怪人星だし、その辺を僕はえ、そのシュッて消える感じ、デクレッシェンドだね。なんなのこの人。とりあえず気の弱い人であることは確かだな。そんな哀れむような目で。すげえその髪、ちょっと親近感湧いた勝手に。あの夢咲の上の髪のさ、なんか変な触覚あるでしょ、あれもちょっと妙って跳ねるから。初出し情報、哀れむような目で見ないでください。そしてちょっぴり怒りっぽいみたいな。怒りっぽいのか、怒りきれてないけど。でもどうして自首したんですか？それはそのあれでしょ、あまりにも貴重な秘宝を盗んじゃったから、その罪の重さに耐えられなくなったんだよ。貴重な秘宝って、あの壊れそうな壺がか、ボロ壺って言ったな今。すいません、くしゃみ出ました。よって鼻声に覇者がかかりました。あのお願いがあるんですけど。はあ、何ですか？マレカちゃん。誰？マレカちゃんに会っていただけませんか？マレカちゃん、マレカちゃん、ツボから聞こうか。とりあえず帰るな。ガンムシ、マレカちゃんガンムシだわ。私たちのツボ、すいません、必ずお返しします。いやダメか。ああ、マレカちゃんに頼まれてツボ盗んだ、そういうこと？そんな出来もしない約束は人を傷つけるだけ。なるほどくん、私聞き取りにくいです、特に後半部分が。ちょっと仮面マスクさん、もっと大きな声でお願いします。はい、わかりました。いやでも待てよ、僕もともと細い声が売りとかある。仮面マスクさん、ツボなんですけど。はい、そのことですけど。いや無駄だよな、こんな僕が何を言ったって信じてもらえるわけないし、僕。もうはっきりしてください、大きな声出さないでください。ちょっとなんか喋り方が独特だから。はあ、僕その
クライの壺をなくしちゃったの。そうか、そうか、め、どうにかしろ。ちょ、どうにかしてくれ、自分でそれは。なくしちゃいました。なにーなにーって。やっちまったな、じゃあね、なくしちゃった。あの、さっきなんて言いました？壺をなくしちゃったとか。その、はい、いえ、その、はい、やっちゃいました。お前はあれか？なきゃあいつ、前も言ったな。ザイモンじゃなくて、ザイモンじゃなくてもお前言った気がする。なんでいつもこのパターン巡るんだろう。はい、ハラバイ、ハラバイ。ハラバイみてえなやつ意外と多いな。どういうことですか？ほら、よくあるじゃないですか。考え事してたら、電車の網棚に荷物を忘れたり。網棚に忘れたんですか？私たちの壺。それ以前にその格好で電車に乗ったんですか？例え話だよ、二人とも。いやいや、今のは例え話だよな、話ですから。理解力が乏しい、ね、二人して。とにかく、すいません、どっか行っちゃいました。どうも話があやふやだな。誰かかばってんのかな？本当にこれっていうな人を、荷物さんの時もそうだったけど、怪人なのかな？これって言うなよ。なるほどと気があった。怪しい人という意味では十分怪人だよな。まあ、確かにね。じゃあ気になるマレカちゃん行こうか。マレカちゃんというのは？お、奥さん？彼女じゃなくて。気安くとか言うな、お前。その性格で。奥さんの名前も呼ばないでください。どうやら奥さんみたいだね、怪人さんの。すいません、実は皆さんに来てもらったのは彼女がそうしろって。僕のアジトに行ってみてもらえますか？アジト？なるほどくん、アジトというのはいかなる？すいません、もちろん秘密基地のことです。秘密基地？いわゆる僕の自宅です。パラッツォペルペペ。何その名前。パラッツォペルペペ。面白い名前してんな。3階。行ってみようよ、なるほどくん。いざ、怪人のアジトへ。アジトという響きが気に入ったみたいだな。まあ、アジトって言われたら行きたくなるよね。早速行けるんか。ちょっと待って、その前にさ。はい。突きつける。小さい頃からの憧れだったんですよ、怪人。夢が叶ったわけですか。はい。いや、でもこれでよかったのかな。こうして秘密を盗まれて悲しむ人だっているのに僕は。人間って複雑だよな。まあ確かにな、二面性はあるよね。知ってる？あれ？あ、まあ追われてるから知ってるか。その人は知ってますよね。あなたの公的主にしてライバルとか。そんな人を。公的主でもライバルでもありません。いや、どうなんだろう。公的主もライバルも同じ意味だしな。いや、やっぱり仇同士、感情のすれ違いがあるんだね。もうちょい詳しく聞き、あれ？あ、別物として捉えてんだ、これ。23。いいんだ、年齢明かしちゃって。マスクの方は明かしてないけど。34で23追っかけんなよ。追っかけるっていうか、公的主低いな、年が。別に自分のことはあんまり話さないか。よし、じゃあアジト行こうか。移動するで。はい。怪人。何この、しょうもない。しょうもないっていうか、完成度がめちゃくちゃ低い人形は。あれでしょ、ボクシング、ボクサーがさ、練習で使うやつでしょ。跳ね返ってくるやつ。同日某時刻怪人仮面マスクアジト。いろいろあるな。なんというか、すごいね。誰がどう見たって、怪人のアジトだね、こりゃ。怪人のアジトにしては、あれ？マリカちゃん、来たね、奥さん。怪人のアジトにしては明るいねって言おうとしたんだけど、奥さんいるってなると、それは明るいか。誰？優作くん？あ、え？あ、こんな、なんか、サバサバした感じのっていうかさ、あれだね、もっと、ゆるふわーみたいな人が来るんかと思ったけど、結構、バイク乗ってそうなタイプの女性だね。あれ？何？あなたたち。奥さん、マレカだ。勝手にマリカにしちゃった。ミリカちゃんに引っ張られちゃったんかな。マレカさんですか？あら、綺麗。綺麗な笑顔、今。美人だね。二人して美人だな。そうよ。甘すぎ、マレカ。あなたたち、あれだね。弁護士さんと被害者さん。
はい。ご主人に言われてお話を聞きに来たんですけど。弁護士のなるほど龍一と被害者の綾里迷いです。被害者の自己紹介じゃねえんだよそれ。へえ、龍一くんと迷いちゃんか。下の名前で急に呼ぶ感じ、お姉さんだな。いいとこあるね、優作くんの言うこと聞いてくれるなんてさ。爽やか、爽やかで美人で、なんか大人の余裕がある感じ。いやまあ、あははは。龍一くんってな。それはどういう意味のテナーなの？美人だよね、二人して。ご主人ですけど。可愛いでしょ？ちょっぴり頼りないけど。ちょっぴりね。ね、テレビでまゆいちゃんのことを紹介してたんだよ。え、本当ですか？壺の持ち主で弁護士事務所で怪しげな修行をしているって。そんな紹介の仕方する？テレビ情報が混乱しているな。せっかくだからその弁護士さんに会ってみようって思ったんだ。はあ。優作くん、思い込みが激しくてさ、どうしても自首するって聞かなくて困っちゃったよ。思い込みが激しいってことは怪人仮面マスクじゃない説あるな。自分もこれだと思い込んでる。そうだとしたら相当痛々しいところじゃないな。ちょっと病院、普通に病院行った方がいいかもしれない。バカにしてるわけじゃなく、本当にそういう病気あるからね。壺は僕が盗んだんだなんて。え、でも壺は優作さんがその。そんなわけないじゃない。どうして優作くんがそんなものを盗むの？だってそれはそのあれじゃないですか。なんだ、もしかして知らないのか？いや、正体とかじゃないんじゃない？だってこんだけ部屋がさ、仮面マスクだらけってことは、ファン、行き過ぎたファンで思い込んで、自分自身が仮面マスクって思い込んじゃってる説がある気がする。はい。じゃあ聞いてみようか。私ね、スリルがないとダメな女なんだよね。まあそんな感じするな、見た目からして。はあ、スリルですか。バイクを飛ばしてる、やっぱり。バイク乗ってそうって言ったけど、バイク乗ってたわ。当たってた。バイクを飛ばしてる時が私最高に幸せだな。ほらバイクって常に死ぬ瀬戸際で突っ走るじゃない。それは乗り方によると思うけど、そうだな。退屈な毎日が何より苦手なんだ私。でも優作さん、スリルが好きそうには見えなかったな。ああ確かに、彼にスリルを求めるのは無理だけどね。でもね、ちゃんと代わりのものをくれるから。代わりのものって？お金。優作くん、ほうほうほう。あ、じゃあ仮面マスクか。うん、仮面マスクかな。本当にこれ、ここで盗んでお金を貢いでんの。23、ああ同い年か。同い年、ずいぶん大人だね。天杉優作の妻、気さくでさっぱりした性格の女性のようだ。不思議にお金持ちなんだよ。目玉が飛び出るほどスピードの出るバイクを買って、目玉が飛び出るほど高いショッピングをするのが好き。優作くん、この間本当に飛び出してたもん。飛び出してたら死んじゃうよ、目玉。かなり燃費の悪い奥さんだな。なるほどね。優作さん、そんなお金どうやって稼いでるんですか？優作くん、警備員なんだよ。死ぬ瀬戸際で働いてるから、そりゃお金ぐらいもらわないとね、がっぽり。警備員、似合わないな。もともと親が金持ちな感じあるけどね、服装からして。うん。事件当夜のこと、昨夜のことを聞かせてもらえますか？その事件が起こったの何時頃かな。何時だっけ、まゆいちゃん。糸の子さんの話では確か午前1時半だったよ。いやー、昨夜はやばかったな。捕まっちゃってさ。捕まった。あたしね、夜はいつも飛ばすことにしてるんだけど、普通に危ない。本当に事故を起こしちゃったら危ないからやめようか。飛ばすってバイクですか？やっぱり追いつかれちゃったんだよね、昨夜はおまわりさんに。あれはなかなか熱いレースだったよ。おまわりさん、死ねそうな顔してたもん。帰ってきたら夜中の3時過ぎてたっけ。アリバイはバッチリか。優作さんの方は？さあ、昨夜は一緒じゃなかったからな。帰ってきたらさすがにもう寝てたけど。こっちはアリバイなしか。なるほどね。じゃあ調べようか、とりあえずこの部屋を。はい。キャー、かわいい。これ気球って言うんだよ。さすがに知ってるよ。私も作ってみようかな。そんな簡単に作れないと思うけどね。七尾戸くんも乗せてあげて。でかい。びっくりした。そんなでかいもん作ろうと思ってたの、まゆいちゃん。七尾戸くんも乗せてあげるからね。気
球には極秘のはずのエンブレムが確かにプリントされている。天杉優作が仮面マスクであるという証拠だ。そこら辺鋭いな。なるほど、まゆいちゃんには黙っておこう、怖いから。そうだね、はい。ごちゃごちゃといろいろ置いてある変装用のやつかな。ミサイルにダイナマイトがあるよ。この不吉な重要感、おもちゃだよ。よくできた。こっちの小岩湖に刺さっている巻物は何かな。マザリンの宝石強打、アルバトロスの大アルバトロス大作戦の巻、不死身の女神像強奪、さっき強打って言っちゃったな、強奪なにこれ、ナックルボンバー大作戦の巻。作戦を巻物に書いてるんか。警察の人たち、ここは捜査したのかな。警察ちゃんとやってんのかな。ねえ、なるほどくん、椅子の上見てよ。あ、封筒と手紙があるね。ほらほら、ちょっと読んでみようよ。いやいや、まずいだろ、さすがに。何言ってんの。ものすごく重要な手がかりかもしれないよ。これはまゆいちゃんに同意です。ダメだよ、面白半分に人の手紙を読むなんて。なんでそこだけしっかりしてんの。なるほど結構適当なとこあるのにそこだけ。チェ、面白半分だけど、もう半分は真面目なのにな。はっきり手がかりだと分かれば話も違うけど。手がかりだよ、絶対。なんかどこかで見たことがあるような気がする。あ、これおばちゃんのあれじゃない、あの頭にかぶってるやつ違うかな。金魚鉢があるよ、逆さまだけど。ヘルメットかもしれないよ。宇宙だよね、そういうことだよね。宝かそれ。宇宙人、まあ宇宙人と思えば宝か。隣にあるのはテープレコーダーかな。通信機かもしれないよ、宇宙人の。なるほどくん、きちんと現実を見つめて大人になろうよ。まゆいちゃんに意見された。っていうか、おばちゃんどうした、何があった。全部剥ぎ取られた。中途半端な変装道具が額に入って飾られている。つけひげだよ、なるほどくん。厚紙を切り抜いた仮面もあるぞ。ほらほら、なるほどくん、つけひげつけひげ。うわ、何するんだよ。ついでにマスクもかぶるかぶると。勝手に取るな、人んちのものを。いや、めっちゃ笑うじゃん。怪人なるほどくんだ。しばらく借りておこうよ。やだよ、言えよいや、やだよ、心の中で言うんじゃなくて言えよ。あれ、はい、これ仮面マスクだよ。胸にテープレコーダーがぶら下がってるな。どれどれ、いじってみよう。あ、えこれさ、流してんの、いつも。これはどういうことかな、なるほどくん。ってことは事前に録音してそれを流してんのか。緊張しいだから多分。ぎょらいがあるよ、なるほどくん。信じがたいけど本物っぽいぞこれ。地雷みたいなもの。まったく、どこから拾ってくるのかな、こんなの。落とし物みたいに言うなよ。作ってんのかこれ。大丈夫か作って。本がどんどん積んである、かなりある。怪人やら怪盗やらが活躍する小説ばかりだ。しおりやメモがいっぱい挟んであるよ。どれどれ。注意、この怪人の笑い方を参考にすること。そんなこと書いてあんの。やっぱり予告状は怪人としてのエチケット。うん、勉強熱心だね、優作くん。そうだね、ちょっと変な方向に勉強熱心だな。あとはないかな。はい、突きつけてちょっとさ、知ってるか聞いてみよう。はい、マレカさん、もちろん知ってますよね。ご主人、優作さんが、あの怪人仮面マスクだって。ああ、仮面マスクでしょ？知ってるよ、もちろん。大ファンだからね。あれ？最初に言ってた説の方が合ってたんか？思い込みで自分がそうだと思ってるっていう。そっち？いやでも、エンブレムまで知ってる？それ、普通にファンなのに知ってるとしたら相当捜査員としての能力が高いぞ。そうですよね。え？大ファン。優作くん、思い込みが激しいからさ、こんな騒ぎになっちゃって。ちょっと待ってください。思い込みというのは。それなんだよね。ほんと困ってるんだ、私。優作くん、自分が仮面マスクだと思い込んじゃってて。なに？詳しく話を聞かせてください。え、マジ思い込み。優作さんは怪人仮面マスクでは。何言ってんの、ゆういちくん、そんなわけないじゃない。はあ、いやいや待ってください。だってこの部屋はどう見たって怪人の味と風。
逆だよ逆。本物の怪人がこんなバカな部屋に住んでると思う？確かに。優作くん、気が弱いから憧れが強いんだ、ヒーローに。ヒーローなのかな？ヒーローって悪者ですよ、仮面マスク。思い込み。本当にそうなんだろうか？だって彼が盗んだのなら持ってるはずだよね、その壺。まあそうなんですけど。優作くんに聞いてみなよ、盗んだ壺のありか。確かにどうもしっくりこないんだよな、優作くんのあの態度。うん、やっぱり怪人じゃないかもしれないね、優作さん。ね、ちょっといいかな、龍一くん。何ですか？私ね、確かにいい加減な女だけどさ、曲がったことだけは我慢できないんだよね。バイクすっ飛ばしてんのは曲がったことじゃないのか？ま、ないのか。そんな感じですよね。なんか姉子みたいな。だよね。そう、姉子肌がすごいなって思う。誰かが優作くんを罠にかけたんだよ。あの、これ、優作くんに渡してくれないかな？え、なんか、乙女。お手紙ですか？優作くんにね、戦ってもらいたいんだ。マレカさん。わかりました。安心して私たちに任せてください。ユナカめっちゃピンクで乙女だね。ギャップ萌えってやつか。夫は天杉優作に宛てた手紙、大事なことが書いてあるらしい。なるほど。じゃあ早速私に行きましょう、留置所。BGM だけは壮大だな。はいどうぞ。あ、そうだ、奥さんがこれを。え、マレカちゃんがいただきます。その食いもんみたいに手紙を怪人に渡した、というか取られた。そんなすぐ取れるもんなの、留置所って。優作くん、お元気ですか？私は元気です。うん。部屋の隅っこにしゃがみ込んで一心に読みふけっている。幸せそうだね、怪人さん。なるほどくんも迷い様にお手紙を出しましょうよ。まあ、手紙出すのっていいことだよね、今の時代あんまやらないけど。どうした？あの弁護士さん。はい。マレカちゃんの手紙に書いてあるんですけど、この人に弁護を依頼せよって。え？あの大変厚かましいんですけど、引き受けてもらえませんか？僕の裁判明日なんですけど。ちょっと弁護なんてできるわけないじゃないですか。どうして？被害者だから。どうしてじゃないよ、私たち被害者なんだよ、この怪人さんの。でもマレカさんによれば優作くんは怪人じゃなくて。そう思い込んでいる、かわいそうな人、かわいそうな人まで言ってたっけ、ということでした。ダメだよ、そんなの嘘かもしれないじゃない。そうだな。いやでも待て、むしろここはやはりって映っちまったぞ、映りすぎだ。よく映るよね。なるほど、いろんな人のやつ。お願いします、俺はお好きな秘宝を一つ。さてどうしよう。これは引き受けるべきでしょう。断ってみる？いやでも、これでゲームオーバー行きたくないな。引き受けよ。でもゲームオーバーってこの時点ではないのかな。わかりました、やってみましょう、弁護。本当ですか？何言ってるの、なるほどくん。怪人なのですよ、この殿方は。確かに怪人かもしれない。でもどうもそれだけじゃない気がするんだよ。なるほどくん、私見損ないました。はるみちゃん、愛しい迷い様の仇を弁護するなんて、私絶対許せません。泣いちゃった。まあ、自分の解釈違いだと過激派になるパターンのオタクだった、はるみちゃん。あ、ちょっと、いや、逃げた？はみちゃん。参ったな。私、ちょっと見てくるね。ここはまゆいちゃんに任せるか。すいません。僕なんかのために。まあ、そういうことになりましたから。とにかく、調査してみるしかないな。あ、どうした？あ、まゆいちゃん。はるみちゃんは事務所に帰ってるって、後で顔出してあげてね。一人で帰るの？大丈夫？年齢的についていってあげたら？迷いちゃんはいいの？私はね、なるほどくんを信じてるから。なるほどね、泣かせるな。そうだね、いい関係性だよね、ここは。じゃあ僕、取り調べがありますから、よろしくお願いしますね。いってらっしゃい。よし、一丁やるよ、なるほどくん。
なんだかんだでずっとついてきてくれるもんね。まゆえちゃんは、同日某時刻、なるほど、法律事務所。はみちゃん。あ、お帰りなさいませ。ああ、はるみちゃん、帰ってたんだ。わ、私、お団子が。どうした？早い、早いぞ、切り替えが。子供だったら、何歳だ？ 9 歳だよね。9歳だったらもっと泣きじゃくってずっと1週間ぐらい口聞かねえぐらいでもおかしくないのに。大人だな。今お茶を入れますね。団子からのお茶。あ、はるみちゃん。うん。気にしてるみたいだね、留置所のこと。いや、これ気にして団子からお茶まで用意してくれるって、もう奥さんじゃないんだから、それこそ。私許せません。いいんだよ、許さなくて、ちょっとぐらい。子供なんだから。ずっとこうだよね、なんか、はるみちゃんって。逆転裁判で初登場してから、もっと子供らしくていいと思うけどね。なんか、ちっちゃい頃からこれだと、すごい立派ではあるんだけど、すごい、一人でいろいろ抱え込んじゃいそうでね、そこら辺は心配になるよね。さあ、お茶が入りましたよ、迷い様。あ、どうもありがとう。ささ、なるほどくん、お団子を召し上がれ。うん、ありがとう。はるみちゃん、私、おトイレ掃除の途中で。いいんだって。もう、そう、トイレ掃除なんか知らねえぐらいで、バーンってドア思いっきり閉めるぐらいでいいんだよ。ちょっと待って。トイレなら僕が今朝。行っちゃった。いい機会かもしれない。彼女のことを聞いてみるか。なるほど。ここで、はるみちゃんのことを聞くか。はるみちゃんと初めて会ったのは、今から1年前。そうだね。クラインの里で起こった殺人事件の時だった。思えば、初めて会った時から彼女は。あなたがなるほどくんなのですね。迷い様の、大切な人。まゆちゃん、前から不思議に思ってたんだけど。なに？はるみちゃん、なんか誤解してるよね。まゆいちゃんと僕のこと。え？ああ。ね、ちょっと事情があるんだよ。事情？うん、なんていうか、クラインの里の風習みたいな。風習？風習先聞こうか。じゃあ、クラインの里って男の人がほとんどいないんだ。まあ、みんな出てっちゃうって言ってたよね。確かに僕が行った時も全然見かけなかったよ。なるほどくんには昔話したことがあったよね。私たち綾里家の地には強い霊力が宿ってるって。ああ、だから霊媒師を目指して修行するんでしょ。ただ、霊力を受け継ぐことができるの、女の人だけなの。だからね、里の社会は自然に女性中心になっちゃうんだ。まあ仕方ないだろうね、特殊な世界だから。そのせいか、結婚してもうまくいかない夫婦が多いんだ。その次元の話になってくるのか。はあ、だから、はるみちゃん、この年にしてもう40、50ぐらいの焦りを感じているのか、まゆいちゃんに対して。居場所がなくなっちゃって、男の人はみんな里を出ていくの。女の子が生まれたらね。もしかして、はるみちゃんのお父さんも？いないんだよ。里を出て行っちゃったみたい。そうだったんだ。あの子、里の悲しい夫婦の姿ばかり見て育っちゃったから。だから、そういうことにとっても敏感なの。なるほど。はるみちゃん、まゆいちゃんのことを本当に好きみたいだね。いとこだからね。たった一人の。それに、ほら、去年の事件で、はみちゃんのお母さんは。ああ。そうなんだよ、お母さんも捕まっちゃってるからね。だから余計、ほんと自分の素を出していいっていうか、うん、もっと、そんなに気使わなくていいんだけどね。そう、はるみちゃんの母親、きみこさんは今。てか、また出てくんのかな、この方も。刑務所の独房で、刑の執行を待っている。うん。だからね、もう、私しかいないの、あの子の家族。でもそれは、私も同じだけどね。まゆいちゃん、私のお母さんも。そうだね、やっぱりお母さんはまだ。うん、どこにいるかわからないんだ。そう、死んだとは、でも言ってないんだよね、誰も。まゆいちゃんの母親、綾里舞子さん。クライリュー霊媒堂の家元ということだ。今から17年前、ある事件に巻き込まれて以来、行方不明。生きているのは確かなの？うん。
わかるんだ。私たち霊媒師だからね。わかるんだ、生きてるって。もしこのままお母さんが現れなかったら、里の掟では私が家元になるのかな。まゆいちゃんが家元にね。他にいないからね、綾里と本家の血を受け継いでる霊媒師。じゃあなるほどくん、そろそろ調査に出かけようか。事務所にいても手がかりは見つからないからね。うん、でもその前にはるみちゃんと。あの、はるみちゃん。あ、私バカでした。はるみちゃん、迷い様がこんなになるほどくんを信じているのに、私まだまだ修行が足りません。なるほどくん、修行のために出ますが言わないでよ。いいんだよ、そばにいて。なるほどくん。はい。私、必ずやお詫びをいたします。いやいや、とんでもない。僕の方こそ。おい、行くな。行くじゃん、旅に。行くな。ちょっと、ひとっ走り行ってきますね。え、どこへ？私、これでも霊媒師の卵の端くれです。きっと、ささやかな証拠を見つけてみせますとも。いいんだよ、行かなくて。行かすな。なるほど。止めろ。子供ってすばしっこいからね、しゃあないけど。走って行ってしまった。なるほどくん、しばらく好きにさせてあげようよ。でも監視ぐらいはつけた方がいい年代だと思うよ。ね、不審者とかいるから。そうだな。いいの、大丈夫。じゃ収録時間見ます。はい、ただいま。はるみちゃんがひとっ走り行ったところで、こっちもひとっ走り行きましょうか。訳すと、終わりにしましょうということです。約1時間撮ってたので。はい、第2話盗まれた逆転、探偵パートの途中から始まり途中で終わりましたが、約1時間撮ってたので今日はこの辺にしようと思います。そんなこんなで、はるみちゃん行っちゃったね。大丈夫かなこれ。はるみちゃんが今度誘拐されるとかない？まゆいちゃんについて。そこがちょっと心配だけど、でもはるみちゃんはすごい鋭い子だし、証拠は見つけて、本当にガチで見つけてきそうな感はあるんだけど、にしてもでも一人で行動させる年じゃないと思うな。不審者とかもね、いると思うし、そこら辺やっぱ誘拐とかされちゃったら危ないし、そこら辺はちょっと心配なところですが、何事もないことを信じて、怪人仮面マスクの弁護を引き受けたなるほどくんのことも全部まるっと信じてくれてるまゆいちゃんのように、自分も無事を信じて願って、これから、続きの探偵パートも引き続きやっていこうと思います。で、この画面に映ってるこの男がまだ誰なのかも全然登場してないからね。こんだけ終わりの挨拶の時に毎回見てるのに、まだあなた出てきてないよ。ごめんね。なんかずっとそのなんかシュッとした感じのさ、かっこいい姿で立っていただいてるんだけども、まだ出てないですね。ごめんな。でも次あたりに会えることもね、そこも信じて、次も頑張っていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけたら幸いです。毎日投稿頑張っておりますので、よかったら応援の方よろしくお願いします。あと、チャンネル登録者様500人いきましたら、ライブ 2D 体に進化して表情や動きなんかも込みで、より一層皆様に楽しんでいただけるような動画作りができるように頑張ろうと思っていますので、よかったらお力添えいただける方や、早く見たいよという方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の実況でお会いしましょう。夢咲みむでした。バイバイ。